はい、どうもこんばんは、しめやかです。それ,ぞれしゅうゆです。はい、ということで今週もラジオたぜよ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、今週一週間は。元気な一週間でしたか元気、うん。ジョジョをさ。お前の口からジョジョって初めて聞いた。いった、い前読んでたっけえっとね、今まで7部の途中まで読んだことあって。おー、結構読んでたわ。6部もね、途中でやめてるな。おー。で、それを、 はい、読みたいなと思って。っていうか、岸辺露伴は動かないって今ドラマでやってるやんか、ね。ああ、やってますね。いはいはい。3年連続ぐらいで。はいはいはい。で、あ、そうや、原則読もうと思って。岸辺露伴は動かないの方。そうそうそう。おうおうで、読んでたら面白いなと思って、あ、ジョジョも読もうと思って。お<う>で、カラー版で、ブーごとに売ってんのよ。 へえ。なんか電子書籍やねんけど。<う>あの、カラー版で検索したら、一部の何巻、一巻から何巻何巻まで。二<う>部の一、巻から何巻まで、みたいな感じで、部ごとに分か、分けて売ってくれてて。へえ<ー>。で、四部、五部、六部、七部、八部か。はい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 。を一気に買いまして。<laughs> 全部八部も八部って、あれやんな、ジョジョリオンや。ジョジョリオンや。<あ>うん。うん。 で買いましてすごいことするなおお五5万ぐらいしたんかな <laughs> えすごいことするなでもじゃあ DMM で俺電子書籍買ってんねんけど DMM がなんか50%ポイント還元ああじゃあほぼ半額みたいなもんだセールみたいな,な,な今後どうせ買うからほぼ半額っていうことでじゃあまあ別にそんなあれかまあでも出し今結構すごいけどなで買って、うん、でまあ6部から 4部と5部は今まで読んだことあったから。おうおうおお。6部、7部、8部と読みまして。おう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 おお。面白い。<laughs> ああ、本当ですか僕まだ8部を読んでないんですよ。読もう、読もうと思ってて。うん、8部ってなんか、連載してるときはつまんない、つまんないってずっとみんな言われてた。けど、やっぱ単行本で読むと、面白いけど、つまんないって言われる理由もわかるというか。ああ、なるほど、なるほど。やテンポがさ、ゆっくりな感じなんだ。いつまでその話やってんねんって、連載中、しかも週刊じゃないやろ、あれ。月間だな。 いやから、いつまでその話やってんねんみたいなのも出てくるんやろなと思いつつ。な,なるほど、なるほど。もう読みたいペースで読めるから。はい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 。ぜどんどん。はい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 。ああ、そうなんやそうなんやって感じで。うん。またちょうどね、8部がね、おっきな謎が残す、あって最初に。はい。自分は誰なんだっていう記憶喪失して自分は誰なんだっていう謎が最後の方までやっぱり解けへんから。ああ、そうね。うんうんうん。 だから、それはやっぱずっと追ってると辛いもんがあるんやろうなと思いつつ。なかなか確信に触れないもんな、8部はずっと。でも、やっぱ面白かったですよ。へぇー。ちょうどね、あの、もう、来月からキューブ始まるからね。ああ、そうなんや。うん、でもな連載だから、ちょっとまたあれかもしれない。連載はちょっと、完結するまで読まんでいいからないか。だいぶ先だろう、完結するの。<laughs> だいぶ先やろうけどな。ジュジョリオンも何年続いた ?10 年弱くらいやったんじゃないか。 そんなやってんのかやってるよ。月刊であんだけ出てんだもん、単行本。4部とか読むとびっくりするもんな。ああ、だいぶ昔だもんね、4部なん。舞台が1999年ぐらいね。そうだね。いやけど、それは未来、連載当初は未来の話として書いてんの。ちょっとした。 だからもうちょい前なんやろうなちょうどそれが千金末が訪れるちょっと前ぐらいかで4だけどやっぱり4部面白いわやっぱ4部が一番、うん、俺は4部5部7部の順番から好きなのは3が一番今みんな知ってるというか評判はいいわけやんか空城城太郎空城城太郎、まあ、つまりスタン度っていうあの概念が出てちょっとなんかバトルものとして面白くなっていくみたいなところで、うん、3部はそうでもないんや まだ当初は多分新しいやんか。能力バトルで頭を使って対決するみたいな。でもまあ俺は読んだのは結構大人になってからやから。ああ、なるほど。そんな衝撃みたいなのも受けず。そっか。全部に影響を与えたものってやっぱり原点やから。おうん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 その後から読んだらその衝撃度は薄まるやん。影響を与えすぎて他に。確かに今読んだらそんなに面白くないかもしれない。どんどん敵が出てくるのがご、ご都合な感じに見えちゃって。<laughs> まとめて読んでるからな。<laughs> <laughs> あんまりそこまでハマれんかったんけど。なあ、なるほど、なるほど、結構好きやってんけど。なるほど、なるほど。でも面白かったですよ、やっぱり。<ー>はそうですかいや。いや、すごいいいじゃん。いい買い物ですね。ちょうど。僕も8部読もう読もうと思ってて。なんか終わり方だけちょっと。ってか全部、ジョジョって最終ラスボスのさ、倒し方、なんかよくわからへんよな。ああ、まあそうな。<laughs> 理屈で勝ったのかみたいなのが。第4部が一番あれかスッキリ終わる感じかスッキリ終わってた。うん、ボスの倒し方としては。うん。5部とかも、ふわっとしてるしな。6もなんかようわからんやんか。ま6もまあなんか、なんかよくはわからん。謎の作者の理論があってあ、あそこにたどり着くんやろうけど、うん。その理論にちょっと置いてきぼり食らうみたいな。7部、7部もよくわからんしな。そうやね7部も、8部もようわからんねん、ほんで。<laughs> ああ。なんか、うんってなんねんけど、まあ、それまでがやっぱ面白いわ。雰囲気で読んでるよね、最後の方はもうだから。なんか、ああ、すごい、なんか、なんかすごくことが起きて終わったんだ、ぐらいの雰囲気で、やっぱ見て終わってるよな。あと、ジョジョってなんか、勢いで書いてるところあるやんか。能力がいつの間にか変わってたりするやんまあ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 。あれ、こういうこともできるんや、みたいな。まあまあ、多いわな、そうやなそれ。それはやっぱ、八分に、如実に出てた。<laughs> ま、特に8部の主人公のスタンドが、あ、そんなこともできるんやってことの連発だからな。女の子もな、いつの間にか、スマホを操作する能力に勝ってるしな。ああ<ー>、<laughs> そうね。あれって、一回見返すもんな。電子書籍見返すの面倒やな。<laughs> え、わかんないけどさ、DMM の電子書籍ってさ、スマホで見れるの,スマ,れんのスマホ用のアプリもあるのそう、あるある。あ、あるんだ。ウェブだけじゃないんだ。はい、そ,うそうそう。へ、えー。 いまさらになって DMM で買っとけばよかったなってちょっと思うのはすごいセールするじゃん DMM って、うん、するするそう答えるごとになんか50%ポイント還元セールやるやんかうんやってくれるとか,なんか何本か無料とかさううん、うん全然 Kindle そういうのないからあそうなんや全社で出版社がやってるんやと思ってた勝手に多分お独自でやってんじゃないかな DMM が Kindle <ー>、うん、全然割引とかないからもうほんとまあ俺はエロい漫画を買う時にアマゾンが家族共有やから DMM にしてんけどなるほどなうん DMM はいいですよ。いやー、スマホアプリとかもあるんだったら、じゃあ全然 DMM でいいっすね。うん。筋トレのいいところは、その、アマゾンが潰れて、二度と見ることができなくなるみたいな、うん、恐怖がないっていうところがいいことかなと思ったけど、別に DMM もそんなことはなさそうだしな。そうやな急に明日潰れますんで、サービスはこの時に終了です。ごめんね、みたいなことはなさそうやしな。でもわからんで。えギャオが潰れてんで。確かにな、ギャオ急に潰れたもんな。 何の憧れもなく。知らんかったんやけど、あれって有料で買うこともできたんやろそうそう,そう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 。画映画ね。それが見れなくなるんやろうん。これはなかなかな。電子の宿命だみたいなこと言ってる人ツイッターにいたけど割り切れないよな。割り切れへんと思う。<laughs> 俺は、で、もともと y やっけも大元がヤフーで、なんか LINE かなんかと一緒にやってんだろもともとはなんかでヤフーが買収したんやんな。あ、そうなんだ。 そう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 。大本なんか忘れたけど、まあ。ヤフー関連の施設だなっていうことは知ってたけど、ヤフー関連の何かなんだろうなとは思ってたけど、ずっと。やろううん。やろうに潰れたわけやから。うん、確かに。確かに。わからんよな、DMM も。規約とかだからちゃんと見てないけど、書いてあるんだろうな。あの無理な急に急に終わっちゃう場合があるから、その時は本当勘弁してるみたいなこと。まあ一応ダウンロードもできるけどな、DMM。え、DMM だああ、まぁ、キンドルもできるか。うん。いや、でもこれ3000冊あるから。じゃ今更やろ。 今更3000冊を切り替えて DMM をスタートはちょっと。わかるわ。<laughs> AV もさ、プレステージとか取り扱ってないのよ。あ,ああああああ,あ,あで、プレステージとか見ようと思ったら違う動画サービスで見なあかんくて、今更なーって、こっちもこっちで買い物すんのもなあとか言って。もう切り替えられないよな、そこまで行くと。<ー>そこまで行く。 慣れ親ししでで、まあ、金払ってるし買っててるる買もで、ね、ちょっと本棚的ポジションもあるからさ合体できへんもんなだからたまにツイッターのトレンドで DMM50% オフセールとかっていうのを見るたびにあ,<の>あーって思うへっ <laughs> やあーってずっと Kindle 全くそんなことないからでも50%還元しまくってるってことはピンチなんじゃないかっていうユーザーを増やそうとしてるだけでは宣伝してそれでそう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 だからユーザーが少ないから 潰れる可能性はあるのではってちょっと思うけどなまあ DMM 自体は残ったとしてもその本の方だけやめるとかな、はい、d m m ブックの方だけ切りますとかそんな期間もんだって d m m ブックで買ってるみたいな人 <laughs> 俺も高畑さんとお前しか知らないわ <laughs> 高畑そうなんや高畑さんたまに DMM50% オフのセールだって言って喜んでるからたぶん使ってるんだろうあそうなだから2人しかいないね <laughs> 今現状2人しかいないね <laughs> ま,あまあ基本キントルやからなうんみんな n d l ル使ってるじゃろう そういうのがちょっとあれじゃない。殿様商売につながってる気はするんだよな、金ドルの。全然半額にしてくれない。まで,でも安定やんか。安定ではある。安定ではあるけど。<laughs> お前はだって5万円のものを2万5千円で買えたわけやろ、言ったら。まあ言ったらそうやな。すごいお得やん。めちゃくちゃお得やん。2万5千円もらったみたらでもらったみたいなもんじゃん。うん、納得いかないねんけど。それ、エッチな本買うのとかにも全部使えるの ?DMM ポイントやから使えんじゃうかな。ブックス限定だら、その一般の本買うの限定じゃなくて。 ポイントどう使ってるか覚えてないな。ましはもやまた嫌な気もう。まなったわ <laughs> いや、そんなつもりで話したんちゃうんやけどな。<laughs> ごめんなんかま,ま,たまた落ち込んだわ。いや、でも、ジョジョは面白かったです。まあ、ジョジョは面白い。8分読みます、僕も。8部はちょっと連載で序盤だけ単行本で買って読んでたんですけど、続き、ちょっと読みます、うん。 ハーミット・パープルが実体化したっていうのが話題になってて、ついにハーミット・パープルに。ハーミット・パープルって誰あの、ジョザン、ジョセフのサンド。ああ<ー>、ああ、いい。ジョザンの、系からしか出てなかったな、そうそう今までそうそう,そう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 。あれがなんかついに、あの、実体を持った感じのサンドで出るんだろうよくわかんないけど、最後の方は。え、そんなやつ出てきたっけあれそんな能力出てきたっけいや、多分だから実体を持って出てるんだと思うよ。ちょっと違うと思うよ、うだから。その、昔のやつと違って。ハーミット・パープル出てきたっけな、そもそも。 いや、俺、名前とか、能力の名前とか、しっかり読んでないのよな。覚えてないのよな。<laughs> 雰囲気で読んでる節あるからさ。ジョジョってなんか、それが、それジョジョってそれがいいとこじゃないのか。スタンドの名前を覚えたりするのがいいとこじゃないのか。え、それっていいとこなん。いや、こういうスタンドはこれぐらい強くて、みたいな。図鑑みたいなやつあるやん。よくジョジョのなんか、スタンドを集めました、みたいな。ああ、その、あるな。 攻撃力 A とか。そう,そう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 。それ見て、ああ、そう、こんな感じよな、とか。あ、あのスタンドってこんな名前だったんだ、みたいな。いや、俺、コミックスで読んでるからさ、別に連載で追ってるわけじゃないからさ、パッパパパ次読むというか。<laughs> 展開の方が気になるから。<laughs> で、<ょ>あれさ、結構さ、<う>能力、コミックスやとさ、<う>はっきりと漫画内で能力が出る前に書いてたりするんだけど、<う>これ能力ですって、<う>間に挟まってるから。あんまり読みたくなくて。 ネタバレっぽくなるからそうそうそう漫画でじゃーンって出て、うん、読みたいというかうんだから後につけてほしいよなあれ <laughs> あの能力結局何の能力やったんやろって読み返してあーんってなりたいからなんかダセえだろ後にまとめてついてたらいやでもよくみんな話すやんお前どのスタンドが一番好きみたいなどのスタンドのやつが一番かっこいいと思うみたいな話するじゃんそれは子供の頃やろその時名前出ないとあわあわするやんかえっとあのなんかあの,あの能力のやつみたいなあのジッパーのとか <laughs> あの、妖精が出てきて自由に込めて撃つやつとかでいいやんか。え<あー> <laughs> なんか、名前を言いてないのなんかダサいやろ。あは、俺はあんまりその感覚がないというか、カタカナやし、覚えれへん。普通見てたら自然となんか覚えそうだけどね、なんか。何回も出てくるじゃん。でも何回も出てくるけど、俺忘れちゃうね。カタカナやから。そう、カタカナだからって、カタカナでも覚えてることいっぱいあるだろ、お前。ダイヤモンド愉快と、<い>ダース・ベイダーぐらいしか知らんとも、俺カタカナの言葉。その二つぐらいしか知らん。他全部ひらがなか漢字やもん。えアグネスちゃんはま、ギリ覚えてるから、せえな。 じゃあ、三つか。三つ。あの、英単語はわかるで、さすがに。あの、中に点、中点が入ってるやつで覚えてるのはその三つくらいでしょうかな、うら。なダイヤモンド愉快は中点っていうか中に星入ってるけど。六芒星な。六芒星入ってるけど、それは覚えられるんや、中点というか。あれ中心に覚えるからさ。さ <laughs> ダイヤモンド愉快は。<laughs> でもやっぱり、うーん、覚えれへんな。ハンター、ハンターもジョジョも、能力名は。人の名前とか覚えるの別に苦手じゃないのに、ね。いや、苦手、苦手。あ、そうな。じゃあ、俺もしもやかじゃなくて、なんか、フランシスコ、 ダークサンダーバイトみたいな名前だったらもうお前も全然覚えられてないわけや。お前こんだけ喋ってたら覚えるやろ、同級生ぐらい喋ってんねんから。<laughs> それぐらい、あ、それぐらい関わり、ジョジョって読んでたらそれぐらい関わり持つ気がするけどな。やっぱ主人公とか覚えるで、さすがに。ああ、じゃあ主人公のサンダー全部覚えてるわけだ。うん、多分覚えてると思う。5部は ?5 部はゴールドエクスペリエンス。今読んでるからな。ああ、今まさに読んでるから。4部は ?4 部はクレイジーダイヤモンド。8部はあら。あ ウェットアンドなんとかやねウェットしか覚えてないな <laughs> 主人公だろめちゃくちゃ何回も登場してたろ主人公ウェットアンドないけソフトアンドウェットなあソフトアンドウェットかはい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 聞いたらやっぱりハート<ー>これわかるうん7部 <laughs> はもう覚えてないな7部の主人公7部のスタンドの名前超簡単だろえっ7ってジョニーの方のジョニーしかスタンド使わんけ ああ、まあ一応、サンドっぽいことはするな、最後の最後。セッペリンみたいな方も主人公やジャイロ、ジャイロの方のサンドもまあ名前はあるっちゃあるか。あいつでもちょっとしか出てきてへんやん。すぐ、スタンド捨てたよサンド捨ててうか、最後の最後、サンド使って死ななかったっけ確か。あ、覚えてない。<あ> <laughs> うっすらおもしか覚えてない、最後の方、なんか。この前読んだのに。大丈夫、そんなんで荒木先生にこのラジオ聞かれたらちょっと怒られるで。こいつ全然覚えてないてでも,もこんだけ面白いって言ってるのに。<laughs> 面白いって言ってもらうよりスタンドの名前覚えてもらう方がアレ先生嬉しいかもしれない。なわけあるかよ。スタンドの名前覚えてないの本当にがっかりされるかもしれない。<laughs> だって自分で頑張って生み出したわけでちゃうで。曲名出して、それに合うようなスタンド考えてる人やろ <laughs> そんなことない。スタンド <laughs> そうかもそんなこと書いてたで、なんか。ああ、な、聞いたことあるかもな。確かにイメージからなんか、スタンド先じゃなくて、名前先だった気がするな。いや、これ別にスタンド名覚えてても外国のミュージシャンの名前覚えてるだけやんか、それ。 確かに。そんな嬉しくないよ。そっか。じゃあ先生的には面白いって言ってもらったら嬉しいのか。そりゃそうだろう。お前そもそも自分の名前添ソいソースしといてカタカナの名前じゃないか。中天内やん。<laughs> もらえってダイヤモンド愉快からあの真ん中のやつ、あの、星。いらんって。で、あの六房星変換では出てこーへんから、不便やろ。<laughs> あ,あれ、なんで六房線なのかよくわかんないし。す田のだひろの星とは違うんやから。三角二つ重ねるやつやねんから。環境によっては出てこない文字使ってるよな、あれな。そうそうそう。<ー>下手したら文字化けすんぞ。<おー> <laughs> 多分編集の人とか困ってるだろうけど。大変や。え、ダイヤモンド愉快の話やっけ違う違う、クレイジーダイヤモンドの<おー> <laughs> ダイヤモンド愉快は砕けないなんてサブタイトルつけないから、ラキ先生。<laughs> ミュージシャンかもしれんけど、ダイヤモンド愉快も。<laughs> <laughs> 曲名からつけてるんやっけバンド名やんバンド名と曲名。曲名っていうかなんかそのアルバムのタイトル。ああ。クレイジーダイヤモンドユカイの場合は。いやいやいや、クレイジーダイヤモンドはクレイジーダイヤモンドユカイから来てないから。何の話やっけいや、著ョが面白かったっていう話だったと思うけど。いやでも覚えれへんけどやっぱ面白いって。読んでる時はなんとなく。まあまあわかるしな。まあ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 確かに確かに。だから山岸ユカ子やっけおおうん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 。 おるやん、なんか髪の毛使うやつ。おるな。あいつのスタンド名とか何一つ出てこへんもん、今。<laughs> 読み終わったばっかりやのに。でもあのスタンドなんか作中で名前出てたっけなラブ,ブラブデラックスだろ。ああ、そうか、そうか。あ聞いたら思い出した。出て、あと絶賛、お前、今ラジオ始まる前まで読んでたのが、うん、あの、ブチャラティのチャック開けるやつ。おお、スティキフィンガーズ。出てこへんもん。スティキフィンガーズね。ああほらこんな出てこないこ。いやなんか言われたらああ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 あ 出てこないっていうのはでも昔からあるな。英単語のですとかずっとそうやったら。なるほど。答え見たらあ,あーってなるけど、出てこない。何一つ出てこないみたいな。カルトクイズ、なんかクイズみたいなやつになると途端にやれたね。そうなんかなこ<の>そういうのもあんまり覚えてない気がすんな見た目をこう出されて、このスタンドの名前を答えなさいみたいなことをさ。ああ、もう絶対無理やと思うな <laughs> 絶対ネプリーグでお前と同じチームになりたくない。<laughs> ファイブボンバーズって俺最初の方の2番目か3番目に配置してな。ははは。 誰もが知ってるやつしか言わないから。えー、じゃあお前、じゃ問題なおうん。俺答え分からなくてもいい <laughs> いいよ。<laughs> 岸辺露伴の有名な台詞、だが断る。うん、誰に対して言ったでしょうハイウェスター。多分正解。ゴブ <laughs> のあの、アバッキオのサンドランってお前出てこないんじゃないのか出てくるかまずアバッキオが出てこない。<laughs> 今ゴブ途中やからさ。<laughs> じゃあアバッキオはもういるって。<laughs> 味方陣営にいるって。 じゃあまだ出てきてないね。いや、出てきてるってもう。じゃあね、<う>俺まだ,だ,だブチャラティ登場しんやで。まだ1巻、3巻ぐらいまであ、うそうなんだ。すごい最初の方だな、ゴ分の。今途中やねんだから。まだじゃあジョルノと戦ってるところか。今、バナナ加えさせたボスみたいなやつ、ボスじゃないけど、バナナじゃあ、バッキ加えさせたボバあ,ーまだかあー、そのその次がアバッキョ出てくんの。まだやね。あー、じゃあその、銃加えさせたやつのサンドの名前だ。銃加えさせたのはあれやろ、ゴールドエクスペリエンスやろ。その相手の名前、ゴール銃を加えさせた相手の名前だ ライター使うやつライター使うやつ。ライ,やつライター再転火したら出てくるやつ,るやつからん。シャドウなんとかじゃない。<laughs> 影を移動するやつやろ。ブラックサバスや。はあ、ブラックか。ブラックやったか。スタンドの能力でなんかざっくり覚えてるの面白いな。<laughs> シャドウなんとかみたいな。確かに影を移動するスタンドだから、そんな感じっぽいけど。という、まあまあ、読んでましたよ。か<ー>さんどうですか僕も別にその1週間、そんな。あで、まあ、あの、あれですな、あの、なんか。 人が来てオートロックのピンポンと家の前のピンポンで違うやんで普段って当たり前だけどオートロックのピンポンが鳴って高いリンとかってオートロックのピンポンを聞いてオートロック開けて入ってきてもらって玄関のピンポンやんか急に玄関のピンポン鳴って午前9時朝9時か朝9時ぐらいに玄関のピンポン鳴ってで覗き穴見てみたら ま、周年ぐらいの男性と女性が2人で立ってんの、スーツ姿で。はあ、あ、じゃあ宅配じゃないな。そうそうそう、宅配じゃない。絶対宅配じゃないやんか。宗教勧誘かなと思って。ああ。うんうん。で、一応、宗教関与だったら別に答えればいいから、うん、何ですかって聞いたの。扉越しにね。はいはい。そしたらなんか、あの、聞こえてないみたいで。うん。何ですかって何回も結構絶叫ぐらいまで行ったんだけど、でも全然向こうに声が聞こえないから、もう仕方ないなと思って、うん、あの、チェーンかけて、うん。たの。 そしたら隣の者のですってちょっとお話があるんでみたいなことを言ってきておうおうおおこれは来たとついに苦情だと <laughs> そうかうるせえから夜中あの配信とかで喋っててはい、はい、これマジかと思ってすいませんじゃあちょっと着替えるんでと思って着替えるんでって言ってその寝巻きだったからね、うん、慌てて着替えて、うん、恐る恐る開けて、うん、あの <laughs> すいませんでしたと、うん。初てね俺がすいませんすいませんって謝ったらなんか、うん、いやこちらこそすいませんって言ってきたわけ。 はいはい、え思い当たる節がないなと思ったら急にそのなんか荷物、うん、貸し寄りみたいなやつ渡されて、うん、リフォームをしますとうちがはい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 あの隣なんですけどうちリフォームしますと<は>なのでちょっとあの音が出るかもしれないのでそのことに関してちょっとあの挨拶というかさせていただきに来ましたって。 ああ,あ,あ苦情じゃなかったんだとそもそもねうんうんうんああじゃあ全然もう本当には全然気にしないでください本当帰ってすいませんみたいな感じになって、うん、で菓子折り受け取ってさ、うん、わざわざ丁寧に紙も入れてくれてリフォームの予定こんな感じでやりますよっておうおうそしたらあのそのこの日当日から始まるとはいもう本当にすぐ始まって、うん、その音がうるさい <laughs> ありえないめちゃくちゃうるさくてしょうがないやんかいやだから挨拶に来たんだろうけどうん で何かあったら言ってくださいねみたいな風にして、下に何かあの連絡先が書いてあって。うん、言おうかなっていうくらい、ちょっと言おうかなっていうぐらいうるさかったの。なんか壁を貫通させようとしてるんじゃないかみたいな GTO のさ、序盤の話であったやんか、うん、どんどんって鬼塚が来るの家な。そう、びの家で。ぐらいの音がしてて <laughs>。壁に穴が開くんじゃないかみたいな。2、3時間ぐらいで終わったのかな、結局。2、3時間ぐらいで終わって。で、なんかこんな音続くんだったらしんどいなと思って。 うん、でいつまで続くのかなと思ったら1週間ずっとああ<ー>で今日もこのラジオ始まるちょっと前まで、うん、鳴っててだから今日ラジオできないんじゃないかなと思ってたのはいはいはい昼間にねで俺<も><前>夜じゃなくてよかったよ夜にやるかあんなこと <laughs> すごいことなんだぞ <laughs> 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 苦情なんてレベルじゃないだろ、まあ、みんな普通は出かけてるからなまあまあ平日の昼間だしな今よく考えたら<ー>昨日もだから俺この音のせいで超早起きしてんだけど今 いいやんか。じゃあ、ちょうど。でも寝る時間は変わってないね、別に。帰ろうよ。<laughs> 寝る時間は維持してるから、ただただ睡眠時間が短くなってるだけなんだよな。でもイヤホンして音楽聴きながらなんかやればいいやんか。貫通する。やらなやらなあかんこと。貫通する、その音ノイズキャンセリングすノイズキャンセリングに勝つ。まあ、そっか、出かけたらじゃあ。ええー、どこにだよ。映画館行って。映画見てこいよ。ね、寝ちゃうだろ、映画館で。<laughs> 寝不足や。から <laughs> 寝不足すぎて何も楽しめないだろ。 あ、はあ。いや、でも言うのもさ、ちょっとなんか、挨拶、やっぱ挨拶だから卑怯だよな。挨拶されてお、受け取っちゃった手前さ、なんか、苦情を言うような、こう、ちょっともうちょっと静かにしてください。もう少し言えないじゃん。ちょっとなんとかなりませんかみたいな。でも言えないでもいつもそう撒き散らしてるお前からしたらさ、そんな文句も言える立場じゃないやんか。でも隣の人にそう撒き散らしてるわけじゃないと思う。ほんまわからん。やろうん、まあまあ確かにそうか。お互いその、あなだから、今度から挨拶したら 僕は生配信とか動画撮影をなりわいにしてるので、<laughs> 夜に騒ぎますと。<laughs> あ、で予定表を書いて、この時間からこの時間まで配信やってます、この日に、みたいな。そう,そうそうそう。そう配信予定表を共有すればいいのか、俺のあの。マンションの掲示板に貼っとくかどこ<う>っか。<laughs> このような形で私、配信やりますので、皆さんすいませんと。<laughs> <laughs> そしたらみんなも確かにちょっとなんか苦情言いにくいよな、なんか、ちゃんとしてるのか、ちゃんとしてるな、みたいな感じになるよな。 ずっと続くのかっていうのできついけどな。あの、リフォームは終わりが見えるからまだ耐えれるやん。<laughs> いや、でも何かあったら言ってくださいって、あの、下に連絡先添えるから何かあったらこちらまで。めっちゃ電話鳴るんじゃん、配信中に。<laughs> 今日はね、窓ガラスを取り替えてるらしいよ。ああ、本格リフォームなんやな。本格リフォームなやねいいな。高いやろうけど、ワクワクするやろうな。 同じ家で引っ越しみたいなことやろうん、なんか予定にはもう結構書いてあったで、すごいいろんな何から何まで変えますみたいな。フローバーあーここを変えますっていうのもびっしり書いてくれてるんや。何をやりますっていうのが書いてあるから、この日に何をやりますみたいな。この日の何時から何時にこれをやりますみたいな。ちゃんとした予定で立ててたよ。じゃあそれ終わったらお前ピンポンの話お返しの品を送った方がいいんじゃないえ<っ>リフォームおめでとうございますっていうので。 心境祝いじゃないけど。えで、今まで全く絡んだことのなかった隣の人たちに急に。いや、ご迷惑をおかけしますってものをもらってるんやから。もらったってお前なんかお菓子みたいなもん、なんか軽い飴みたいな。じゃあ軽い飴返したらええやんか。いや、そんなうっだって、あれじゃん、向こうは俺に迷惑をかけるから謝ってきたわけじゃんか。お前迷惑をかけてるのに謝らへんのじゃん。<laughs> 違う謝った瞬間犯人が俺だって断定されるだろ事の正体があ,あそっかもううるさくてすいませんみたいなこと言ったらこいつかいうるさかったのってでも大体わかるけどなどっちから報告来てるかとか <laughs> だからできるだけぼやかさないとそんな感じでちょっと悩まされてますね今早く終わんないかなと思ってます僕は今そうですかうんじゃあちょっとハッピーなお知らせをお<っ>下山さんになんですか今日の朝「ラビット!」で広瀬すずが出ててんけど、はいはい、広瀬すずイカのお寿司が好きらしい やった。<laughs> 芸能人で初めてじゃないイカの寿司が好きって宣言したの。イカの寿司が好きって言って。残念ながらヒロセスズ好きじゃないんだよな、別に。俺は好きやのに。なあ全然ヒロセスズのこと別にそんな。めちゃくちゃ可愛いやん。ヒロセアリスの方が可愛い。あなんか嘘だとも言えへん、その。<laughs> 好みによってはそうやろうなっていうのを出してくんなよ。<laughs> いや、なんか別に、まあそういう人もおるかって思うぐらいの人出されても。あいみょんの方が可愛い。それはないわ。<laughs> それはない平手ゆり奈の方が可愛いそれはない平手ゆり奈可愛くないあ <laughs>、うん、平手ゆり奈の方が俺可いいと思うけどな。平手ちゃん何も可愛くない。変。変ちょっとだけ美玄やのに、めちゃくちゃ美人しか許されてないキャラクターやるやん。<laughs> 変。あんなの変。<laughs> お前めちゃくちゃ怒られるぞ、平手ゆり奈のファンに。おらんやろもう。 ええー、桜坂が今死にかけてるわけだからそんでやっぱり平手がいなくなっちゃったからでしょこれはでも平手ちゃんも別にそんな活躍してないの変やからそうやで変やから <laughs> 変やから事務所も変わったし変やもんほらめちゃくちゃ飛び切り美人やったら変でも許されるんやでじゃああの行動は何めちゃくちゃ飛び切り美人じゃ許されない行動ってことって言ってるやんか俺 <laughs> なのにちょっとしか可愛くないから変って言ってるやん<笑><笑>じゃあじゃあじゃあまあ行きますか行きましょうはい下やかソイソースのラジオだぜ パンンギクラッシュさんよりいただきまし恋愛相談です、はい、僕は現在付き合って1ヶ月になりそうな彼女がいますその彼女と今度温泉旅館に泊まりに行きますいろいろ省きますが彼女とは初のセックスをすることがほぼ決定しています自分も乗り気です、えー、ここからが本題です僕のチンコは長さ1 0センチ直径3 5センチと小さい上にすぐ中折れするのですその上チロウです しかも彼女には僕の前に交際経験があります。元彼と比べられ、そして振られれ、振られそうで怖いです。旅行自体は決まってしまっているので、セックスを自然に避ける、もしくは仲売れしない、すぐ行けるような術やアドバイスを賜りたいです。とのこと。なんか、お前なんでそんなに恋愛相談のさ、お便り選ぶの好きなのめっちゃ選ばへん。<laughs> いや、でも、それじゃ恋愛相談に答えるのうまいやんか。うまないわ別に革新的な情報で助けてくれりゃみんなのこと。<laughs> してない、してない。大体、ほんまでっかの情報を与えてるだけで。<laughs> <laughs> 悩めるみんなを助けてあげられるのは俺たちだけじゃないこうやってこんなお便りをなかなか送れないやんいい年してまあなあまあ彼が何歳か知らないけどなでもこんなん全然分からへんで新婚事情って人それぞれやんかもちろんもちろん なんでセックス避ける必要があるのいや、だからやってしまったら失敗に終わるから、失敗に終わるのが透けて見えてるからやろ。でもやりたいやろ。いや、でも失敗する。失敗したらゼロやん。うん。あ、じゃあ失敗したら1で終わりやん。うん。避けてたらゼロで終わるで。いや、それでがっかりされても別れたらマイナスやん。でも、セックスせずに別れるよりマシじゃない。<laughs> え、別れ、別れちゃうの別 <laughs> れはどうしようもないわけだ。だって、え、ずっとゼロセックス避けるわけにはいかんのずっとセックス避けてたら別れるやろどっかで。はははは。 ほんまや。え、でもそういうのがさ、ない関係ってあるじゃん。なんかちゃんと、お互いはそう、なんか。プラトニックってやつプラトニックっていうか、そのなんか、そういう人たちだから、そういうのなくパートナーとして一緒にただいるのが心地いいからみたいな人たちいるやん。そんな人たちが温泉旅館行こうって話するしない。1一 <laughs> ヶ月で。だから乗り気りで彼女なんかはもうノリノリだよな。避けるのは無理では。避けたら逆に、避けるってどうなんそんなノリノリの彼女を避けてたら、やっぱり、がっかりするんじゃないの ななななななんんかか私に魅力がいいののな的なそうなんじゃないの全然手出してくれへんやんみたいなえー、じゃあ正直に言うのが一番正解かうんでもチローは行ったふりでごまかせるやん言ったら、うん、えー、だって出るでああまあコンドームしてるから大丈夫なのかうんでもコンドーム確認されたらどうするわけ言ってないじゃんって思われるやんでも気持ちよかったでいいやん <laughs> いやいやでもでもなんか、あ、で、なんでってなっちゃう私、私のせいから見たくなって気まずくなっちゃうやろ緊張しちゃってとかさ。おお<ー>。言い訳はできるやんか。お<ー>だって向こうは射精のメカニズムをそんなに別に知らんわけやんか、言ったら。<laughs> 確かに。気持ちよくても出ないことがあるって言えばいいやんか。そんなこともあるやん。<laughs> なるほど。AV 見てても途中でさ、めちゃくちゃ AV 良かったけど、今日は出さずにもう眠たいから寝るって時もあるやん。ある。それと一緒で、別に気持ちよかったけど出なかったっていうことを、力説すりゃいいだけやん。<laughs> そういうとき、女性って有利だよな。別になんか、確固たるなんかがないから。別に言え、うん、言ったもん勝ちやん、まあまあ、女性って。女、女性って。言ったもん勝ちやから、助かってる部分があるやろ、でもこっちは <laughs> じゃあ、こっちは何、それも言う、それを言うって言わなあかんやんこっちは、なんとなく分かってる状態で言わなあかんやんか。じゃあ、逆にそれが、そのゴールが分かってるからこそ、道中にめちゃくちゃ気持ちいい振りを、やっぱりしないと。急にな、そんなこと言うんじゃなくて、道中からめちゃくちゃ気持ちいい顔とか、声を出して、<laughs> 向こうはやってくれてるわけやん、だって気持ちいい声とか顔を。ああ、そか、こっちもじゃあそれに応じるかのように、こっちもちょっとやって。うん、そうや。で,でも、中これしたかどうかって分かるんじゃないのあれ、なんか中これしてないみたいな。難しいな、中これってしたことないからさ。お酒めっちゃ飲むな。いや、畳くなる。いや、だからお酒のせいできるやんか。めっちゃ飲まんでもさ、うん、飲みはするやん。うん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 。だからお酒飲んじゃったからってい言い訳は使えるな。一応、それで、あれな、保険はできるな。お酒飲んじゃったからなは、うん、いけるよな。うん、うん 続いて、ヤンバルドリさんにいただきました。はい、私には許せないことがあります。それは、普段はピエロぶってふざけているくせに、いざというとき、真面目なトーンで真面目な意見を言うやつです。<laughs> 私が大学生の頃、いつも冗談を言ってその場を笑わせて和ませてくれるピエロ的立場の同級生がいました。そのピエロと何人かで学校代表をしてあるイベントをすることになりました。ピエロはそのイベント実行員のサポート役といった感じだったのですが、イベントの準備があまりにもお粗末だったためか、ある日ピエロが俺がやるこんなんじゃダメだ、とダメ出しを始めたのです。 そこにはいつものピエロはあらず、ただただイベントを成功させたい人間が一人いるだけでした。その話ぶりにみんな瞬ゅとしてしまい、結果としてイベントは成功したのですが、そのピエロがいないときに、何だはあいつみたいな空気になったのを覚えています。普段から周囲を和ませる役割を自分から買って出ているくせに、そういうところで真面目ぶりを発揮されると、バーピルピルするし、ピエロに従うしかなくなるしで、本当にやめてほしいと思っています。<laughs> ピエロならピエロで、最後までピエロを演じてほしいです。 ちなみにピエロは海外に留学、後に現地で就職し、現在は美人の奥さんと子供と一緒に豪邸に住み幸せな家族を築いています。めちゃくちゃ成功してる。俺ヤンバルドリのことめちゃくちゃ嫌いになりそうや。<laughs> えこいつ最低。<laughs> これだからあれだろ愛玩動物だと思ってた動物が急に牙をむいてきたことに対する怒りやろ まあまあ、そうか。見下してた存在が、見下してたっていうか、うん、なんか、軽く、見下,見下してた存在が急にでもピエロって見下す存在って分かってて言ってる、分かってて言ってるのかな、こいつ。そうだね。楽しませてくれてるありがとうっていう感じは、このお便りから感じ取れなかったけど。なあ。うん、こいつは何ができるの <laughs> 楽しませることもできない。イベントを成立させることもできない。<laughs> 何をしてるのこの人は大学で。どういうポジションなの <laughs> うん 横目で周りの人チラチラ見ながら、はははって笑ってる人やろどうせ。うーん。で、そのくせ自分が下にわざわざ降りてみんなを楽しませてくれてる人のことどうして下に見れる <laughs> <laughs> お前ヤンバルドリーがめっちゃ嫌いなピエロやん今。ずっと同型としてラジオで笑わせてくれてたのに、<laughs> 急に真面目なことで詰めてきてるやん。<laughs> こいつがもうマジヤンバルドリーの苦手とするピエロやんか。<laughs> ふざけんなよ。<laughs> ヤンバルドリーは今がっかりしてるよ。同じ意見で楽しく盛り上がってくれると思ってきゃ急に牙を剥いてきたから。<laughs> 俺も嫌いやわー。まあ、許せない。まあななるほどなで、なんだよあいつって陰口しか叩くことができない。<laughs> 具体的に何か言うわけでもなく、なんだよあいつ。<laughs> そういうことって、まああるやんか、往々にして。何バカだと思ってたやつが実は頭良かった時の衝撃みたいなやつってあるじゃん。まあそういうことなそ。そういうことに似てると思うけど違うのかな。いや俺だが 同じカースト層にいるやつがさ、うん。ある時急に上のカーストと話してる時、ちょっとなんだよ、うん、あいつってやっぱなるやんか。嫉妬やろ、それは。それは嫉妬か。っと、うん、では。でも真面目なトーンで言われたことに対する恥ずかしさみたいなとこもあるんじゃないのこれ。ピシャリと言われたからピシャリと言われた恥ずかしさみたいな。その立場のなさみたいな、自分の。<笑><笑>それ、アンバレドリのせいでは。<laughs> そうやって、俺だからそう言ってんねんって。 あ、じゃ、ヤンバルドリが、その、自分の理想とするピエロをやればいいんだ。できへん。ずっと同居としふわって振る舞うてできへんから、できへんから、このピエロ見下してんねんもできたら尊敬の目見るはずやん、いつも。みんなを和ませてくれる人のこと。<laughs> これをきっかけとして、何くそと、ピエロになって、やるぞと。あの時の。ピエロって、なってやるぞってなるもんじゃないから。<laughs> ほんで。目指せるやん、今からピエロ。自分でもな、理想のピエロ像を。 考えてるんやもんな。そうそうそう。最後まで。そうそう,そうそうそう。だから、その、ヤンバルトリがピエロになった場合は、このイベントのやつの時もずっとふざけてるから、イベントも成功せずに終わるよ。うんうん、で、今は俺らがな、こうやってヤンバルトリにアホみたいなこと言ってても、何くそとも思わんわけや、当たり前やけど。ピエロだからな。うん。ヘラヘラしてる、ヘラヘラして、なんか、みんなを和ませるよ。プライドをみじんも出さずにな。<laughs> 頑張れよ、ヤンバルトリ。俺は許さんから。<laughs> でも、ピエロ見下してんのに、ピエロになろうと思うなんで俺なんか、俺がピエロなんかにならないといけないねんと。うん。イライラするんじゃないの。ただただ。プライドだけは一枚やん、こいつなんか。<laughs> めちゃめちゃヤンボドルに当たり強くない <laughs> やってくれてんねんで、ね、ピエロ。続いて、カーバンさんよりいただきました。どうも。先週のラジオでキャンピングカー横転動画の件で一つ思い出し、お二人に聞きたいことがあります。 横転後コテージに着いた際、乾杯時の宗女さんの生きてくれてありがとうという発言に対し、そこはありがとうじゃないよね、ごめんね、だね、コメントで溢れ返っていました。その中には、マジでここで謝罪させて何が楽しいの生きててごめんなさいと家とでも言うのか、陰気の謝れ込め、貴穂い、などのコメントもあり、例のネタを理解できてないようでした。これに限った話ではないのですが、イニシエのネットミームを使う人、 それを理解できず、マジに反応する人。この人たちをどう思いますか前者はニコニコユーザーなら知ってて当たり前。こいつらといえばツアハス。そんなことないけどな。うちわでワイワイしてるんだからいいだろう。という言い分がありますし、後者はリアルタイム世代じゃないから知らない。そもそもこいつらを知らない。うちわって言うけど誰でも見れる動画。という言い分が成り立ちそうです。ちなみに僕はどっちもきついと思いました。お二人はどうですかとん。とのことで。 俺、どっちも、まあ、当たり前というか。まあ、そうですね。うん。どっちもあるのが自然というか。うん、なんとも思わん感じはするけどな。人のコメント欄にネットミームでコメントしてるのはちょっとあれかなとは思うけど、それぐらいで、まあ、普通にあり得ることというか、よく見かける光景ですね。至るところで。これって別にネットミームじゃなくてもあるよな。うん、まあまあまあ、ノリが理解できない。 みたいなことやろなんかな仲間内でいつもやってるノリをやった結果大ごとだと見られてみたいな本人たちとしては冗談っていうかいつもの通りのことなので言ってる暴言かもしれないけど傍、うん、から見ると結構きつい暴言でそんなこと言っちゃいけないよって親に怒られるとか結構あったけどな子供の頃から、うん、ああはい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 なうん、うん、そう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 ,理想言うとそう そこはありがとうじゃないよねっていうコメントに、下の方にコメマークで、これはネタコメですみたいな。これはこういうネットミームを元にしているコメントですみたいな。俺一番嫌い。<laughs> <laughs> 俺一番嫌いや。そういう補足があると、こういう、あの、行き違いからの争い方なくなるよね。ちゃんと。ごめん、俺一番嫌いなの感じ。<laughs> <laughs> 一番嫌いね。まあでも、まあどうすることも、戦争と同じでなくならなさそう、これ。なくならんでいいと思うけどなど。本当 うちわの盛り上がりと、それを初めて見たよそ様っていう構図はやっぱりいい、いいもんやんか。まあまあまあ、まあ、ずっとうちわだけでやってるよりも、新しい人来てる、くれてるんだっていうことも、まあ,まあ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 。思えるし、全然。で、マジでここで謝罪させて何が正しい、楽しいのっていうのも別に間違った意見でもないし。まあ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 、まあ、<laughs> でもコメント欄で喧嘩されるのはあまり良くないけどな。<laughs> きついけどな、定年寧嘩向きみたいな。<laughs> まあまあ、いっぱい人が見るとどうしても絶対そうなるから、特にあの、事故のやつなんて、いっぱいいろんな人に見てもらってるわけだから、どうしてもそうなっちゃうけどな。う,ん、うん。ラジオだぜとかでやり出したらおしまいだけど、いよいよ。いよいよラジオだぜのコメント欄でなんかやりとりとかし始めたら、地獄やけど。勘弁してほしいな。いや、あの冒頭18分の動画のコメント欄もそんな感じで勘弁してほしかったけどな。なんやっけどんなんやっけいや、なんか。これじゃ反則にならないだろうっていう感じ見て、はってして、俺は非公開にしていけど。はははははは。 反則にはならない。まずいまずいって。ただただ下もやかが嫌われてたから。まずいまずい,いそれはそうやろ。俺のイメージを下げるための作戦なのかなと思ったわ。いや、俺はな、あれ面白いと思っててんけどな。てか、あれ結構きついけど面白かったっていう意見にまだ俺信じられへんねんけど。あの DVD 時代。最初の30分きつかったけど、まあ、そこを超えたら面白かったって、いうのが。信じられへん俺。 まあ、よくあそこを面白くないと思ったのに面白いと思ってくれてるなっていうなんか。まあでもあの DVD は私がやりたいことをやらせていただいてるんでね。あ,あ、じゃあ別にも。そういうのを分からせるって意味ではよかったんじゃないお俺の、<に>俺は嫌われたが。でも騙されたとはならんよ、勝ったと。 なるほどな。うん、最初に大量の毒を飲ませて、体勢をたてたつけさせるみたいな。毒やと俺は思ってないけどな。おお<ー>。うん。面白いとは思ってる。もちろん。な、コース料理の最初の方うに、くソまずいものを出して。ハードルを下げさせるみたいなってこと。うん、ちょ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 、うまいもんと思って出してるの、<laughs> こっちも。そりゃいい前菜で。つ言い突き出しできたぞと思って。<laughs> ところ。そしたら脂っこいってすごい言われてるて。いらない。この、なこれ。こんなん。で、食べたくなるわけないじゃんって言われてるわけだから。うーん。 で、俺はそれをなんか、グルナビの一番トップに出してるわけやからな。<ー>こんな料理出します。<おー> <laughs> これはまずいまずいと。いや、面白いと思っててんけどな。これは残念。続いて、えー、氷業勤務9年目さんよりいただきました。ありがとうございます。そいそさん、しもやかさん、こんにちは。ちはいつも楽しくラジオ聞いています。はい。 今回お二人に相談したいことがあって、お便りを書いています。私は両親の不仲が原因の片親で、小学5年生の時に父方の祖父母の家に預けられ、そこからは母親とは会っていません。先日、母方の祖母の青年後あ、青年後見人を名乗る人から手紙が届きました。その内容は、 祖母が帰得死亡した時に孫である私に連絡が必要かということと、わずかばかりの財産はどうするかということ、そして、えー、母親、祖母の娘の連絡先は知っているかということでした。どうやら実の娘とも連絡がつかず、証拠から住所が変わってない私に手紙が届いたようです。 正直、この手紙に返信することも億劫です。開けなければよかったと思いました。お二人ならこの手紙を見なかったことにしますかそれとも縁を切りますと返信しますかお二人のご意見を伺いたいです。うーんとのこといや全然わからんねんけど、この後見人というシステムが。まあだからその、本人の代わりをしてくれる人というか、本人が結構やばくなった時に、 ちゃんと法律的な権利を持ってそういうなんか財産を管理するとかお金をか、うん、お金の管理をしてくれるとか連絡してくれるとかまあ要はやってくれる人よ要なめんどくさいことお金をもらってはあ<ー>だって相当だからあんまり良くないんでしょうねだからまあ正午までかまあめんどくさいはめんどくさいよな確かに急にこんな連絡来た時なんかトラブルに巻き込まれる可能性もなきにしもあらずだしうぜえなとは思うな確かに何を今更っていうのもあるだろうしでもまあわずかばかり財産はもらえるのか うん。うん。金額によるなその、めんどくささに勝る金額なのかどうかによるな、うん、そな。<laughs> その金額がめんどくささを勝ってたら、全然連絡取るけど。めんどくさいなーって、天秤にかけて、お金ガンって振り切れる金額やったらすぐにやるやろうけど。うん。この天秤にかけてゆらゆらして、どっちが強いやろうってまま俺は過ごすって忘れると思う。<laughs> 返信しなきゃな、なんぼもらえるしなって思いながらもう封筒買うのめんどくさくて何もしない気がするな。まあまたでも連絡来るのではどうなりましたかみたいな、そんな,そんなにあれかな無視、一回見せされたらもう諦めんのかなあまあそうじゃんまあでも今ならでもそうか、俺奥さんにこんなん来たでって言って、じゃあやった方がいいんじゃないって言われてやってもらうみたいなことになると思うけど。<laughs> じゃあもうお前っていうかお前の奥さん発信の <laughs>、お前の奥さんの話。 お前の奥さんにがどうするかによるってことかじゃあこれはもう。そうになると思う。俺はもうめんどくさくて何もせえへん。自分から何もせえへんと思う。はぁ、あ。せっつかれて、じゃあ、って言ってシャーなしでやる感じになるとは思うわ。しぶしぶ。うん。なんぼじゃ何なんぼなら手紙返信する ?10 万円以上もらえるなら。うわぁ、リアル。<laughs> すごいリアルやな <laughs> えー、続きまして、えー、松チャッキリさんよりいただきました。 ありがとうございます。島もさんとすずさんに質問です。はい、僕はずっと疑問に思っていることがあります。それは家族や友人、恋人を失った経験がある人は、漫才のツッコミや日常における死ねに過敏に反応してしまうのかです。あー、俺も疑問。例えば家族が通り魔に殺されて死んだとします。で、よくテレビでも殺す気ーだの出てきますよね。その場合、爆笑なのでしょうかそれとも気まずい雰囲気が流れるだけなのでしょうか この他にも身の回りに考察された人がいて、首絞めたろうかの脅しギャグのようなものに笑えるのか、交通事故で死んだ人が身近にいて、引き殺すぞで笑えるのか、流産した人は死ねで笑えるのかなどです。お二人もよく互いにお前も死ねよみたいなことを言い合っています。 もし家族が例えば島かさんが結婚して子供がおりその後奥さんと子供を事故で失いそれから10年が経ち2人で旅行に行ってナビを間違えて口論になってもお互い同じトーンで死ねと言えるものなのかと純粋に疑問です別に死ねとか殺すっていうのは良くないよねと言いたいわけではありませんただ周りに事故や殺人で死んだ人はいないしいつとしても聞けないのでお二人に推測してほしくてお便りしましたああ<ー>、えー、これは僕も、えー、気になってます気になるよな非常にこれ,これ気になってますね <laughs> 大変気になってますこれ このセンシティブな時代ね。そう。何でもかんでも弱者、あの、ちょっとした意見を取り上げて、被害者ここにいますよって祭り上げられるこの時代、ね、そう。果たして、どういう感じ、どういう空気感になるのか。いないよな、身近に。そういうなんか。身近な人が亡くなったみたいなこと。身近な人が、まあ、寿命でさ。殺された人か。そうそう。寿命で大往生とかはさ、ちょっとなんかまあ別にっていう感じじゃん。 うん。そうじゃなくて、あの、しっかりとした、この、事件とか事故とかで巻き込まれて亡くなった人がいるパターン。こんだけテレビで言ってて、そんなことが、この時代に取り上げられてないってことは、身の周りに殺されたいことがある人少ないんじゃないめちゃくちゃ。なるほど。実はというか、やっぱ殺されるってことってあんまないんじゃないそれはないだろうけど。<laughs> それは本当にないだろうけど。まあでも、感じるやろな、その、 殺された人が身近にいる人は殺したろかとかいう意見見見たら殺すってどういうことか分かってんのかと。<laughs> イラッとするやろうな。<laughs> するのかやっぱスパするかするんじゃないうーん。なんか、あれだね。だからちょっとじゃあその相手によって触れちゃいけないってなった時困るね。なんか。 そのこっちは冗談のつもりでさ、おい、こっ殺すぞみたいなことを言ったときにさ、うん、本当にそういう人だそういう犠牲を受けたことがある人だったらさ、うん、めっちゃ落ち込むってことやろめっちゃ傷つくってことやろまあ、そう確認しなあかんってことやろだからあの、大丈夫ですかみたいなことでも、お前、殺したろかって思うぐらい、ふざけてれるんや。<laughs> <laughs> それぐらいふざけてれるなら、まあ、そんなに大丈夫じゃない結構立ち直ってる。違う、違う、違う違、う違,う <laughs> 違うね。 そういうことは言われることに、本人が言われることよりも、他で言ってることに対して結構感じるんかなって思うんやけど、そんなことよりも。あー、なるほど。いざこうやって、お前死ねって言った人が、その死んだ人が周りにいるとかよりも、死ねって言ってるのは聞いてる人が、みたいな。ああ、なるほど、なるほど。周りにいる人たちの中で、みたいな。あー、なるほど、なるほど。確かに。めちゃくちゃピロにな,るなってる人には言ってもいいのかな。その、家族をその、事故で失ったのを分かってて、で、交通事故かなんかを例えにして、お前事故って死ねよ、みたいなこと言ったら、 あって思ったけど、いやそうなんだよ、俺が事故で死ねばよかったんだよな、みたいなことを、自虐風に言う、本当のピエロ。いやそれ言われても気まずいやろ。<laughs> 普通に気まずいやろ。なんかお互い悪気があって言ったわけじゃないんやろうけど、みたいなのとかも、いろいろ踏まえた上で気まずいやろ。<laughs> でもすごいピエロやねんで。そうなんだよ、バラバラになっちゃうんだよな、みたいな。やっちゃったよ、みたいな感じだ。やで。その、けなげな姿勢を見て、<laughs> あーってなって、笑いも硬くなって、その硬い笑いを見た方も気まずいやろ。こ俺はこうすることしかできへんけど、<laughs> ごめんごめんっていう。明るいわ、でもすごい底抜けに明るい。本当にそれを感じさせないぐらい底抜けに明るいパターンよ。めちゃくちゃ明るい。めっちゃ本当に。めちゃくちゃ明るかったら明るかったで、うん、え、なんでこんな冗談で済ますよ、<laughs> レンのこの人っていう。怖くなっちゃうやんか、周りの人が。どのパターンでも気まずいのか。全員がドッカーンって大笑いすることはできへんの <laughs> そうか、どのパターンでもやっぱ気まずいのか。笑っていいんかなってなるし、その自虐っぽく言われてもな。うん。確かに。確かになるの。あの粗品の親父が死んだ歌みたいなあれ話でみたいな。おう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 。あれもなんか気使って笑うなあかん感覚になってるやん <laughs> あれもおもろいし、うん、笑えるけど、笑っていいんかなで、一回ダウンした後。でも、おもろい話としてやってくれてるから、ここで滑らすわけにはわから。 いかんから、笑っとこうっていうので、プラマイゼロみたいな面白さになってるやん。一そうね。なんか、グイーンってなるやん。そうね。そうね。ああなる、ああなるってことや。だから、おもろいけど気まずいっていう。いや、でも、素人にそんなテクニックはないから。気まずいだけただ気まずいだけど。俺が仮にさ、親が死んだって、ラジオだぜ、俺母親死んだと。で、その日に俺が母親が死んだことで、ちょっと自虐っぽく笑ったら、気まずいってこと俺いや、俺は別にデリカシーないからさ、笑うと思うで。 笑うんや。笑,笑うか、過剰に叩くか。<laughs> <laughs> せっかくユーモアで言ってくれたことを過剰に真面目に返して、お前を困らせるかと近い。無理、やっぱやめた方がいいな。ラジオ出せ。続いてテーマメールです。テーマ、運転してて、あ、死んだなと思ったこと。あ、事故ったなと思ったこと。あ、そうなどです。う,ね、うんこつむいよりいただきます。ありがとうございます。 仲が良くなった女とドライブデートの帰りのことでした。彼女が運転してみたいというので、帰りは運転してもらうことにしたのですが、遊び疲れて自分はうとうとしていました。ファーという音で目が覚めると、車がこちらに向かって走ってきていたのです。彼女はどうやら反対車線に入ったのですが、ありえないほど冷静で、助手席に乗っていた自分が一番パニックになりました。 気づいたら元の車線に戻っていたのですが、彼女はなおクールでした。すご。すぐに運転を変わってもらいました。とのことで。すご。<laughs> すごいなす普通、パニックるけどな。パニックすぎて何も喋れなかっただけでは。あー、なるほどね。混乱しすぎてて、急に。だから冷静に見える、冷静に見えるけど中でめちゃめちゃ、うん、すごいやらかしした人ってさ、あの、何がって言うやん。うん、お前ぐらいやろ。<laughs> いや、言う、結構言うって。高いところからジャンプする、ジャンプして、うん、絶対怪我しただろうっていう着地の仕方しても、え、大丈夫って聞いたら、何があって言うやん。恥ずかしいからな。え、何があって言うやんか。それやろ。大失敗を悟られたくないからな。<laughs> <laughs> え、何が全然大丈夫だよって言うやん。そうね。だからこの人、彼女も失敗したことを悟られまい、悟られまいと冷静なふうをしてたのか。そう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 。だから本当は大パニックだったと思うよ、彼女も。これ今思い出してんけど、うん、運転免許 取る、車道で走るやつあれやん、免許取るときに。はぁはぁはは免許中か、はい。はいはい。ありますね。そのとき、俺の奥さんさ、うん、なんか反対車線走ってて。ふん,ふん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 。まあ田舎やから別に向こうから来るとかなかったけど。うん、そしたら、その、教官に、ふーアメリカンって言われたら <laughs> <laughs> あ、でもそれすごいいい教官じゃないなんか、うん、失敗をこう失敗としないというか。失敗、気づかせるけど、うん、怒らず、萎縮させないみたいな。そう,そう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 。それが それはすごいいわパニックした人って一番多分それをやってほしいんだと思うわだからうんこつむじも運転変わるんじゃなくておいここアメリカちゃうでってそうやな済ますべきやったんやそうやなちょいちょいちょいっていうやっぱり乗り突っ込み的なやつが欲しかったのかもしれない彼女もやっぱりそうかもなそれが大事だったのかもな何しちゃってんのっていうだからこれうんこつむじは係されてるねだからこれでこういう人なんだってこんなんを一緒に乗り越えてくれる人じゃないんだそうねまあこんなことやられたら大パニックやけど分かんねえお前も 俺が、俺と旅行行ってて、うん、反対車線に行って、プーファーンってなって、<laughs> はっってなったら、キュッて反応切って、元の車線戻って、俺が、フーフーって顔してたら、怒るなよ、俺に。怒るやろ何してんねんとか。<laughs> 何してるねんではあるだろう。あービビったーって言ったらあかんねん。て言うのどうしたアメリカと思ったん。ぐらいの気軽な感じで。起点 <laughs> めっちゃ。日本、日本起点効くー <laughs> 北海道は日本やからて。北海道のことバカにしてんのかぐらいの。<laughs> すごい起点聞くし、すごい面白いやんか <laughs>。<laughs> それぐらいの感じ出してくれないと俺も心の準備しとこう言えるかな。 何してんだよお <laughs> い、ね、ってははってんね俺だってその横転、うん、の時もやっぱりおどうしたどうしたしかやっぱ言えてなかったもんやっぱり <laughs> 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 おどうしたそれそう走り屋になったのかとか手放の時 <laughs> 言うべきやったな <laughs> お前がやっぱりなやろなあれお酒飲んだっけって言いながら突っ込むのがベストやったんかもな <laughs> あんな混乱するんじゃなくて。<laughs> あれお酒飲んだっけガッチャーハンってこと。<laughs> それはベスト。確かにそれが、お薬が起きればベストだったな。うわぁ、反省だな。普段からだから考えてればあの時も行けたはずだもんな、だって。えー、続いて、サイキバウンディーさんよりいただきました。ありがとうございます。えー、僕の旧市一照体験は、デリヘル城の送迎バイトをしていた時のことです。仕事終わりの城をホテルまで迎えに行って帰る際、ヤクザっぽい人を引きかけてしまいました。ぶつかってはいなかったのですが、その人は、 びっくりしたのが転んでしまい、起き上がっていたところ、同情していたジョーが、いけ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 と、海外ドラマ張りに運転席の僕に向かって叫んでいたのが印象的です。そのヤクザっぽい人の顔がまさに殺してやるぞ、みたいな顔だったので、あそこで車を止めていたら僕は殺されていたんだと思います。は <laughs> とのことで。あー、なるほどなー。これ怖いな、確かに。ジョーもすごいな。な判断が早いな。いけ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 っていう。な<ん>。やばいって思ったんだろうな。やっぱジョーとかさ、 キャバクラ城もデリヘル城もトラブルが多いやんか、多分だからそのトラブルに対する対処法みたいなのが多分あって、自分の中に。はいはいはい。こういう時はもう無視して逃げた方がいいとかが、すぐ出てきたやろな。すごいな、やっぱり。日頃からやっぱりそういうなんか、考えておくのは大事なのかもな、用意しとくというか。でもこういうのは体験がものを言うやん。ちょっとしたトラブルの積み重ねが、みたいなことがあるやんか。だから考えてもしゃあないんじゃない。なるほど。 横断歩道じゃないところで、信号が50メートル先ぐらいにあって、で、赤やったから、その、列なしてたの。車がね。車がガーって列になってて、その横を通り過ぎようとしてた並んでるところの車と車の間通り過ぎようとして、で、反対車線は並んでるわけないやんか。で、パって出ようとしたら、車が来てて、それに気づかず。 わっ,ってなってんけど、その時、運転手の顔がもうすごかっただ。驚きの。<laughs> 口開けて、うわーっていう、<laughs> ブーってなるうわーっていう、もう口開けて、顔してて。で、危なかったって、別に事故、自己、自己理はせんかったんやけど、ふっ<ー>て、引いたのか、渡ったのか忘れたけど、でも、まあ、怒られた、と思うから、おーおーパ,パパパって知らんふりして、おーおー過ぎ去っていってんけど。危なかったのいや、悪いことしたなって、大人になってから思うな、やっぱり。あ、自分がその立場になってみたら。うん。 確かに。最悪だしな、そんなことされたら。あれは、でも、驚いた顔、今でも忘れへんな。よく言ってたファミマの店長やったけど。<laughs> 顔見知りではあったんや。顔見知りってことじゃない。<あ>向こうは多分覚えてないと思う。でも、この感じで見ると、飯田香織とかも、だから、同乗者がイケ,イケ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 って言ったのでは。あ、飯田ダーじゃないやろ。あれ、飯田香織じゃ知らなかったっけど、誰だっけあれ。えヨッスイやろ。え、ヨッスイか 吉沢じゃないあ、ヨッかもあ、そうかも、吉沢、俺わりは普通に結婚して子供失礼なこと言っちゃったごめんなさい。<laughs> びっくりしたわ。ヨッスもだからもうイけイけイけが。あったもんでは。<laughs> いや、あれ酔っ払ってたから。<laughs> ラジオだぜ。ということで、お便り以上です。はい、ありがとうございました。このラジオは皆様からのお便りを募集しております。メールフォームは動画の下にある動画説明文に載ってるので、暇な人はぜひ送ってください。よろしくお願いします。ということで、来週のテーマ何にしましょううん、なんかありますかね。 最近追ってる有名人とか、最近追ってる人、もの。この人の YouTube 見てますとか。そう、とか。ああ、いいやん。でも、送りにくいやろ、俺らに。<あ>俺らすぐ否定するやん。いや、<laughs> な。だから俺なんか、面白かったものとかお前にあんまり言いたくないもん。<laughs> ほんで、勘違いされて他でバカにされるやん。俺はワンピースの、 ストロングワールドが面白かったっておすすめしたら、スタンピードあいつ面白かったって言ってたで、<laughs> あんなんをーとか言って、で、みんなで見てみようぜって言って見て、<laughs> え、これはあいつ面白いって言ってたとか言ってなんかバカにされたやんか。まあ、あったな、そんなことも確かに。だから、なんか言いにくい人多いと思うで、いや、でもおすすめしてほしいで、俺は。そうやろいろんなそうやろ俺はな。俺もよ。じゃあ、ポップテピービッグっていうのが面白いですって来ても全然何も言わんない。い<や>えー、あれがとか言わんない,い センスおかしいでしょこの人いやいやいやなるほどねそういう人もいるんだっていうそれならいいやろ別になるほどねそういう人もいるんだは別にいいやろこれいいけどちょっと含みあるよな <laughs> そんなことないって <laughs> そういうこういうところが好きですってでも添えてくんないとさまあ、まあ、ただいいですみたいなことだけ言われてもそんなこっちも何があってなっちゃうからまあポブ・デ・ビビックとか有名ならまだしもな、うん、そう知らない YouTuber とかだったらちょっとな何やっけフューチャリング栄衆ねジェラトニーフューチャリング英衆 みたいにな、おすすめしてもらえるそう、栄誌の魅力とかあれとか分かったから。じゃあ、ジェラトーニーの魅力やろ。<laughs> あ、栄誌は真面目にやってる方か。<laughs> ジェラトーニーが真面目じゃないみたいな言い方やめろ <laughs> いや、ほら、そういうことやん。いや、じゃそういうことじゃないな。新たなジェラトーニーとかそうね、そろそろたいしな、久々にそろそろ募集してもいいんじゃないか。そうね、じゃあ、おすすめの人。おすすめの人。全然ジェラトーニー系じゃなくてもな、<う>真面目なそう、単純にね。すすジェラトーニーが真面目じゃないみたいな、やめろよ。<laughs> ちょっとバカにししたた感じでお紹介てんな、うん、いやだから最近あの桜井さんのゲームの作り方の YouTube 面白いですよとかでもああそれいいじゃん、うん、テレビでも Amazon プライムでも何でも、うん、全然もう何でもおすすめしてもらったものって見る人に興味が湧けばそうやないや興味湧かなかったらどんなものも別に確かに確かに ななんかすぐに見んでも何のおみそに引っかかってあそうでなんかあとから、ね、で引っかかりが何個か重なってあいろんな人言ってたし見よっかなとかそうそうねあるしな、うん、ぜひぜひ送ってくださいお願いしますお願いしますバカにするとかじゃないので本当に <music> ということで今週も以上ですが島屋さん新し訳ありましたねありました、はい、なんですか <laughs> えっと、アパッキオっていうのがこの後出てくると出来ましねアパッキオねああもうダメだ <laughs> もうダメですアパッキオはムーディー・ブルースを使うからなムーディー・ブルースって何ってアパッキオって誰やねん本でこの後読んだらああこいつかってなるのかそう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 ,そうああこれが言ってたやつやっていうムーディー・ブルースねお前ゴム読んだことないの初めて読んでんの今いやあるよあるのに忘れててっておかしな話じゃない いやだからカタカナ覚えれへんって初見のような反応してるやんアバッキオってプロペラのやつプロペラのやつはえ並んじゃんやろあーほんまや並んじゃんやんアバッキオって誰や <laughs> えプロペラボーイチャックチャックの髪型をかっぱのやつ主人公をあれゴ部ってあと誰が出てきたっけな犬ってゴ部ゴ <laughs> じゃないあれ何部 3, ?3 か3えっ誰がおル？えクスピストルズは あ、仲間にいるな、セックスピストルズは。あれで出すのは何て言うのミスター。ミスターミスター。ミスターえぇ、グイードミスター。そんなやついたいるやろ、全然分からへん。グイードミスターやろ。能力は覚えてるけど。あ、セックスピストルズ自体は。うん。グイードミスターないいスタンドやんか。あれあれ好きなんや。うん、あれ好き。ちっちゃいのがわちゃわちゃ騒ぎながらなんか、キャラクター同士で喋りながらなんか、やってんの好きやね。 でもアバキを誰か分からへんずっと <laughs> 俺ずっとプロペラのことやなと思ってたもん序盤に出てきた時あのプロペラボーイのことかなと思ってたも何の能力ムーディー・ムルースムーディ・ブルースあムーディ・ブルースって何うんムーディ・ブルースだからどんな能力使う巻き戻すやつや巻き戻す <laughs> なんか巻き戻す系のやつっていっぱいおったやのにそんなに平吉影も巻き戻すやんか1時間 いや時間を巻き戻すんじゃなくてなん、うん、何を巻き戻すねんあのそのビデオの再生みたいなビデオの巻き戻しみたいにその場であったことを、うんえー、その場スタンド自体がその場であった状態、うん、例えば人の形になって動きを再現する、うん、役に立たなさそう <laughs> そんなやついたかなわ <laughs> かんないややっぱ読み勝って正解や読み返せるからめちゃくちゃ忘れてるやんでも勝って正解やからいやじゃじゃまあまあまあ また来週じゃあよろししくお願いします。また来週です、はい。よろしくお願いします。あの、しめやかさんもね、はい、ラジオだけダラダラやって、他の動画は投稿されないんだろうな、もうやめるんだろうなって言われないように、ああ、そうですね。はい、頑張っていってください。<laughs> 頑張ります。はい。と、はい、いうことで、以上です。それでは、しおいとしめやかでした。さよなら。さよなら。